スノーマンラウール、金魚すくいの才能が開花、僕の右手が怖かった。6月9日放送の、それスノーマンにやらせてください。毎週金曜夜8時から8時54分、TBSK、パラビでも配信。では、渡辺翔太、阿部亮平、ラウールが、金魚すくい大会に参加し、優勝を目指した。熊本県長洲町を訪れた渡辺、阿部、ラウールの3人は、オープニングが始まるや、練習行こうよ、渡辺、バラエティのテンションで大会行こうとしてない、ラウール、マジだから、俺たち、阿部、と、大会への気合を伺わせる。3人は、火の国長洲金魚祭りにて開催される、九州金魚すくい選手権大会にエントリー。80チームが参加する1チーム3人編成の団体戦に挑む。まず3人は事前に東京で名人から金魚すくいの技を伝授してもらう。順調に技を習得する中、3人の中で一番うまくすくえる人を鳥頭と呼び、水槽の中で一番金魚がすくいやすいベストなポジションに置くと知る。メンバー最年少のラウールは年齢とか関係ないと確認しつつ、3人はそれぞれ事務所の在籍歴が一番長い阿部を、歴頭、年齢が一番上の渡辺を、年頭、高身長のラウールを、背頭、と名付ける。